はいどうもみなさんこんにちは、ゆすけです。霊夢です。マリサだぜ。というわけで今回もぷよぷよ実況やっていきます。やっていこうか。今回の動画はツイッチの配信のくり抜きです。うん、ツイッチってやっていたのか。ちょっと気になったので試しにやってみました。そしたら思いのほか配信がしやすかったので今後もそちらで配信やっていきます。じゃあ YouTube では配信はしないの？いやそういうわけでもないんだよね。ツイグフでの配信は公開収録や動画に向けたゲームの特訓を垂れ流して、配信していこうと思います。じゃあそれに対して YouTube の配信は、こっちでの配信は向こうの配信と違って人数も多く来ると思うので、参加型の配信をやっていこうと思います。今度のスケモンプヨカップもこっちで配信。そうだね、そういうのもこっちで配信していきます。まあ興味がある方はツイッチのアカウントをフォローしてください。まあもちろんは毎日配信を。いや大変じゃないか。強手とか出るから特訓ちゃんとしないと。なんか最近いろいろとサボりがちだから配信をしっかりやって特訓を見守ってほしいという意図があるんですよね。また途中で止まりそう。まあ無理のない程度に頑張りたいと思います。さあなんか本戦がめちゃくちゃになってやられてしまいましたけど、最近本戦調子が良かったからね。そろそろ調子が下降してきそう。実際この撮影日マジで全然組めなかったから調子の良し悪しって本当にあるよね。まあとりあえず本戦はしっかり組むことをイメージしつつもをさばいていきます。なんか相手の方が本戦が綺麗だね。中盤戦で乱していきたいな。赤ゾロが来ているので1回に連鎖打ちましょう。これは相手は耐えてきたな。そこそこが終わらすことに成功しましたね。これで飽和で有利取っていきたいところですが、相手は右側にたくさんプヨを構えているけど何かしらの連鎖があるのかねって思ったら本戦先打ちしてきたぞ。お、それはかなりありがたいぞ。連鎖時を黄色まで入れていって、紫で発火すれば十分量帰りそうだな。これは、相手は甘えて追いつちゃったね。重くなっていたから中盤仕掛けてくるかなと思ったけど、本戦打ってきたから安泰なぜをこちらは打つことができましたね。これは10連鎖ダブルだからそこそこ火力がありそうだな。まあ最後たまたま角が噛み合ったから良かったんだけど、それでも全体的な形の悪さは否めない。形が悪いとな、中盤戦も戦いにくいからな。そうなんだよな、形が悪いと色々と不利なので、土台はしっかり構築したいんだけどなんかダメだわ。今回は相手は通り、新 GTR。あれは新 GTR じゃないですかね。今回は序盤に赤がたくさんあったので、相手は単発で1回消化してきましたね。構築ができていない連鎖ギ部分に振ったな。この2個のお邪魔するはすごく嫌だね。連鎖ギが入れにくい形になっちゃったね。あんまり連鎖ギで連鎖は稼ぐのはやめようか。さあノンストップで本戦を組んできましたが、赤発火で先打ちするのか。これは打っちゃいます。中盤戦で切る形じゃないんで。お、相手も本戦を合わせてきたぞ。これは、どっちがでかい。相手の本戦はあんまり連鎖に入っていなさそうだけど。いやこっちの方がでかいな。向こうは8連鎖くらいじゃない。なんだかんだ11連鎖打てました。お、調子悪い悪い詐欺か。雑談パート来ました。雑談テーマはなんだ？今までで一番後悔したこと。今までで一番後悔したことか。パッと思いついたのは、お、すんなり思いつくのか。この話は高校一年の時の話である。なんだ、回想シーンですか？高校入学してからめちゃくちゃ仲良くしていた女子がおったんよ。え、恋愛の話なのかよ。ちょっとたまに箱を言わない話を、損じねとか聞いてきたり、僕が高校の近くまで出かけるって言ったら、なんか一緒についてきてくれたりしてたんすよね。は、お前に限ってそんなことはないだろ。そう、今だと絶対ありえないのにこれが驚くことに事実。今日エイプリルフール。8月の下旬なんで全然違いやす。そんでどうなったんだ。そんで僕も彼女っていうものに憧れていたからもちろん悪い気は全然しないわけ。まあ女子からアプローチされて悪い気はしない男はほとんどいないよな。でも今までの僕って、基本的に人見知りの影キャラなので女子には無縁の生活を送っていたんですよ。だから全く関わり方わからなかったんですよね。ああ、嫌な予感。なんかね、その時 LINE が楽しくなっちゃって、めちゃくちゃ自慢話しちゃったんですよね。ああ、それは最悪の印象。それで一緒に一回勉強するって話になったんですよ。そんでそこで喧嘩しちゃってもう完全に縁が切れましたよね。それは人生で一番後悔するやつだな。いやこんなせっかくのチャンスを生かしきれないって完全なバカですよね。まあ因果応報って感じはしますねー。いや思い過ごしだったら恥ずかしいけどそれって確実にこっちに好意あったよね。まあお前が出かけるところについてくるなんて相当な気はするよな。それに全然気づけなかったんですよねー。だから告白とかの後回しにしちゃって、仮に失敗しても今までで一番役割だった気がするから最初に出会った時にやり直したいわ。しかも性格とかも自分のタイプだったし。まあこれ以上語られても2年タラタラの気持ち悪い話になるからやめようぜ。高校1年でも敵のフィーバーは終わって高校2年からはゲーム実況を始めたから、あんまり大学中には後悔とかはしてなかったけど、今になって改めて考えると色々気づくことあるわ。めっちゃ後悔しているじゃん。なんか今になって恥ずかしくなってきた。動画投稿しているからもう後には引っ返せないぞ。恋愛の話を今まで避けてきたけどついにしてしまったので、気持ち悪い僕が出てしまいましたが、チャンネル登録の解除はやめてください。それはくさ。まあ自分の人生で一番後悔したことはそれですかね。よかったら皆さんが一番後悔した出来事をコメントに書いてみてください。同じような経験待ってます。同じような経験してても書いてくれるのか。バカな奪えなかったか。ってことは次はコメント返しです。圧倒的で楽しみですかね。
あのグラフィック、ステージの難易度、ストーリーと良かったからですかね。Wii の中で最高作だと思ってます。個人的に、ついでに最後のあの赤いコイン集めるクエスト難かった。やっぱりギャラクシーは傑作ですよね。僕は個人的には初代の方が好きなんですよね。その心は、なんか宇宙船に乗ってギャラクシーに行くって世界観があんまり好きじゃなかったんですよね。初代の方が色々と自然な設定だった気がする。なるほどな。ロボツ、8個目です。自分先より GTR 使いなんですけど積み方がいまいちわからないのでぷよ講座やってくれると最高になります。長文失礼しました。なんか需要ありそうなので1回くらい作ってもいいかなって思ってます。思ったより需要あるのか、まあ、まで中級者のぷよ講座ですからね。参考にできる人は限られてくるとは思うよね。じゃあ近々だそうと思います。ウボツです。最後にお決まりの挨拶とか考えないんですか？お決まりの挨拶とかは作らないです。なんでだ。まず作ったところで忘れるっていうのと定着しないってことね。あとかっこいい挨拶を思いつくセンスがないからです。センスがないのはしょうがない。そうだな。ウボツです。質問です。僕は最近バトロワゲーにハマってます。ゆうすけさんは好きなバトロワゲーってありますか？バトロワゲーあんまりやらないんですよね。エイペックスはやってないのか。強いて言うならそれって感じ。バトロワゲーって時間が結構かかるからやるタイミングに悩むってのはある。確かにやめ時とかが困りそう。まあ最近はぷよとかテト以外にも得意なゲーム増やしたいと思ってるんで、さっき言ってたスイッチ配信でやっていこうと思います。マリオはマリオメーカーが一番好きでした。質問です。最近おすすめのスマホゲームとかありますか？マリオメーカーあんだけ欲しかったのに2を買ったら全然やんなかった。そういえば少しやっていたような。マリオメーカー実況再生リストから見れるので気になった方はぜひ。最近おすすめのスマホゲームはやっぱり全玉でしょ。最近あまりやれてないけどね。まあそこは相変わらず麻雀ってことな。そういえば少し前に課金してキャラが出ました。あ、課金したんだ。でも全然好みのキャラじゃなかったんですけどね。マリオブラザーズにスイッチにあったよ。いやあるのか。これはやる方向に傾いている。あの超高難易度のマリオに挑戦するんですかね。いやこの年になって技術的なものは上がったと早いクリアできるかな。それはぜひチャレンジして答えを出してくれ。 DS のマリオブラザーズのミニゲームをめっちゃやってました。わかる。めっちゃ面白いよね。サブ要素なのにめっちゃ面白いよね。ルイージの合わせポーカーとかめちゃくちゃやっていたな。ずっとやっていてコインめちゃくちゃ稼いでいた覚えがある。ミニゲームで荒稼ぎしていたのか。質問です。プレステ5についてどう思いますか？自分は買うつもりです。ワンチャン財布に余裕があれば実写でレビューするのありかなとか思ってる。めちゃくちゃ高そうだけどな。ということで今回のコメント返しはここまでです。次回もコメントよろしくだぜ。次はラストの試合だね。あ、そういえばと思ったんだけど。なんだすか？スケモンプヨカップの参加人数どうなったんすか？あ、参加者がめちゃくちゃ伸びまして。コン34人参加してくれていますね。お、かなり増えたんじゃないか。そうだね、まだ募集しているのでぜひ都合の合う人は参加してみてください。っていうかあれは、速攻じゃないですか。めちゃくちゃでかいなあれは。まあ、っと安心。って思ったら間違えてるじゃんこれ。あ、せっかく見えていたのにもったいないな。ってことで皆さんスケモンプヨカップ参加してね。どのタイミングでの宣伝だよ。だっていきなり速攻してくると思わないから。いや、油断している時こそ来るよね、速攻って。いや、油断はしてなかったよ。でも刺さってるじゃん。いや違うんだ。キープヨの色を間違えただけなんだ。この重要な局面で間違えるなよそこは。まあ気を取り直してやっていきましょう。これはお互いに先折り GTR ですかね。ちょっと今の同様か知らないけど、かなり本線が崩れてしまってる。なんか無駄プヨがところどころ多いね。相手が2連鎖打ってきたのでこれは対応します。ちょっと形を整えることができたのでここはしっかり多重を組んでいきますか。相手の連鎖は一応しっかり入っているな。なんか2ダブとか狙っていそうなんだよな。なのでこっちで1回対応手を構えて。かなりでかいの打ってきたね。あれは赤玉1個分くらいの火力はありますね。この強打連結の3連鎖で対応します。これだとちょっとこっちにお邪魔が降りそうだな。まあこれは誤差の範囲ってことでしょう。さあすかさず相手は追い打ちをかけてきたな。これは紫が引けなかったね。だけど黄色で耐えてまだチャンスがありそう。うん、ちょっと迷ったけど打っちゃったな。若干甘い手かもしれないな。相手はこれで伸ばしたい放題なんですよね。まあここからは神頼み。面倒だな。危ねえ。相手は多重を間違えたので連鎖が途中で止まっていたね。ギリギリの戦いが続いているぞ。ギリギリというか内容が完全に相手なんだよな。今の試合はラッキー勝利ですからね。じゃあ最後は内容でも勝利をもぎ取ってもらって。まず本戦はしっかり組んでいきたい。本戦。そんなに唱えられていると本戦が夢に出てくる。本戦が夢に出てくるってどういう状況だよ。まずは青の茨を先に打っていく。これは相手は単発で軽減してくるが少し相手のフィールドに振りますね。相手はあれはフロン済みか。あ、ちょっと変形しているけどそうかもしれないね。フロン済み使っている人もあまり見ないよね。さあこっちはちょっと伸ばしにくい形になっているが、ちょっと耐久力上げてみますか。高く構えてもいいが、あまり連鎖数稼げなくなりそうだが。うん、相手は先打ちしてきましたね。形的にも伸ばしにくかったから打ってきたのかな。それならばこちらとしても好都合ですな。連鎖に伸ばしだね。これでしっかり入るのか。頭で伸ばすのは難しいと思ったからね。これでちゃんと消えてくれ。1 2
いやー、回収率良かったですね。赤まで回収していたのか、らしくない回収率だな。相手はセカンドあるけど、ガキは7連射で帰らなそうですね。面倒だな。面倒だな。まあ相手の先打ちの意図はわからないですけど、いい本戦打てて良かったわ。まあ6万点もあったし、そこそこでかかったからな。